どうも、カブト哲也です。このチャンネルは僕の数あるマジンガーシリーズのコレクションとアシェット週刊マジンガー Z を作る、その2本柱でやってます。よかったらチャンネル登録してくださいね。励みになりますんで。いやーさあ、戦争終わんないね。もう2ヶ月経ったよ。でさ、なんかロシア軍がムカつくのがさ、 Z って使ってんじゃん。なんか Z はさ、マジンガー Z しか使っちゃいけなくない？あとまあフェアレディ Z もあるけどさ、あと使っていいのは兄貴だよね。兄貴もさ Z ってやるけどさ、なんかそれを使うとなんかさ、ロシア軍を応援してる感じでさ、なんか嫌な感じだね。早く戦争終わってほしいね。それで Z は使わないでほしいね。さて、今日紹介するのはこれ、アシェット週刊マジンガー Z を作る59号。この間は足の部分の続きでした。今日はどこを作るのかな。早速行ってみましょうか。じゃあマジンゴー。さて、じゃあ59号の中身見ていこうか。お、ドリルミサイル。このドリルミサイルはね、60話から登場した、秘密兵器で、左右各6門計12門の発射口から1秒間に2万回転の高速回転で無数の小型ドリルを発射する。お、ジャイアン F3。 この回はドクターヘルが毎回バードストーから血行視力研究所まで攻めるのに時間がかかるから、血行視力研究所のすぐ近くに前線基地を作るっていう話で、血行視力研究所のほど近い駿河湾に地獄島っていうのがあるんだけど、そこを前線基地に改造しようとするので、このジャイアンは地獄島で手で土をねガバッてかけるようになってるから、この手で土をすくって基地建設のために土木作業をする。でその間に鉄十字団が兜浩二を殺そうとして家に襲ってくる。で暗殺は失敗するんだけど、兜浩二の家が大爆破されて、家がねなくなっちゃうので、ドクターヘルのもとに兜浩二の暗殺が失敗したっていう知らせが入るから、ドクターヘルは今度はジャイアンを、町を破壊させに出動させる。でね、このジャイアンはねとにかく超でかいので、武器はね、このジャキンジャキンってする手のギザギザで挟むことと、あと目からビームを出せるぐらいしか攻撃できないんだけど、でマジンガは高視力ビームで片腕を破壊して、でキャタピラの、キャタピラっていうか、正式には離体っていうんだけど、離体の片方も高視力ビームで破壊する。だけどその時マジンガがね突然ね壊れて、なんかね火を吹いてしまう。それはなぜかっていうと、なんかね博士によると、オーバーホールもちゃんとする暇もなく休みなく戦ってたからっていう理由なんだけど、とにかくねマジンガー Z がね思うように動けなくなってしまう。でその時アフレダイに助けに来てもらって、でカブト浩二はマジンガー動かないから、パイルダーを駆して、パイルダーでジャイアンにミサイルを撃って、でアフロダイがジャイアンに飛び蹴りをして、でジャイアンは大爆発。だからね、土木用のロボットだから、まあそんなに強くなかった。まあなんとか勝つことはできたんだけど、マジンガー Z が壊れてるっていう情報がドクターヘルに伝わってしまって、ドクターヘルは土木作業に使ってた、もう一体の機械銃のタイタン G9 っていうのを今度は研究所に向かわせる。それで、マジンガー Z は研究所でオーバーホール中、タイタンは街で暴れまくるっていうところで、次回に続くってなる。あ、ワトソン博士。このワトソン博士はねあんまり活躍はしてないんだけど、最終回の時にドクターヘル倒して平和になったから、カブト浩二と弓沙耶香はアメリカに留学に行くんだけども、
その時に迎えてくれたのがこのワトソン博士。そんなとこかな。お、ゴーゴン太鼓の絵。ゴーゴン太鼓もかっこいいよね。そんなとこかな。さて、じゃあ作ろっか。足部品の確認。金剛は組み立てはありません。付属している部品に不足や破損などがないかを確認し、後の号で使用するときまで大切に保管しておこう。また今日は組み立てなし。まさかの組み立てなし第2回目だ。ないのか。はい、じゃーん。今日の部品はこれだけ。ほら、足でかいね、これ。ほら、僕の手と比べてちょうど手にすっぽり収まるぐらい。おっきな足だね、これ。不足や破損などがないかよく見ようっていうから、ちょっと見てみようか。ないよね。こんな感じです。もちろん金属です。以上59号でした。いやー、今日はまさかの何も作らない第2弾でした。なんかさ、何も作らないっていうのはさ、いいの？それで。なんか、まあ部品が来てるからさ、それだけでいいのかも。まあ部品が来てるからさ、迷子を組み立てるっていう楽しみがないよね。まあこういう日もあるかな。でもまあ2回目だな。次は作るだろうな。アシェット週刊マジンガー Z を作る。迷子を組み立てるたびに動画にしていきますので、楽しみにしててくださいね。それからその合間に僕の数あるマジンガーシリーズのコレクションも紹介できたらなと思います。ではまたお会いしましょう。マジンゴー。